どうも、いいやけです。今回は、ショートで上がっている忌み怖シリーズの総集編。みんなはいくつわかるかな？違和感がわかった人は、グッドボタンをよろしくお願いします。それでは本編、どうぞ。何かがおかしい。クリスマスにプロポーズかな？二人とも幸せそう。僕の愛は、この真っ赤な指輪のように燃えてるぜ。焼けるねー。さあ、みんなはこの違和感わかったかな？答えはここ。結婚指輪の内側には致死量の毒が塗られてたんだ。この指輪をもしはめちゃうとどうなるのか、みんなはわかるよね。真っ赤な指輪には、こっちいいよ。何かがおかしい。お見合い写真を見てるよ。あら、かわいいじゃない。和服衣装が似合ってる。僕もこんなお嫁さんが欲しいよ。まずは彼女を作らないとね。さあ、みんなはこの違和感わかったかな？答えはここ。このお見合い写真の顔は写真アプリで加工をしたものだったんだ。お見合い写真だって可愛く写りたい。みんなわかったかな？何かがおかしい。スーパーの帰り道のようだ。包帯巻いてるけど怪我でもしたのかな？怪我をしながら買い物っていうのも大変だね。この奥さんちょっと助けてあげてよ。さあ、みんなはこの違和感わかったかな？答えはここ。怪我をした方の手で袋を持っているのはおかしい。そう、これはダミーで、もしかしたら本当の腕で万引きをしていたかもしれない。これは万引き G メン案件ですな。ま、考えすぎだったらいいんだけどね。何かがおかしい。私たち、夕焼けシスターズ。とっても可愛いユニットだと思わない？そうかな。私の推しはこの真ん中の子。歌がとっても上手なんだよ。僕はこの緑の子が好きかな。みんなはどの子が推しじゃなくて、違和感はどこかわかったかな？答えはここ。なんとセンターの子はいじめられていて、ストレスから自傷行為を行っていたんだ。私の推しが何かがおかしい。散歩中かな？ワンちゃんが地面を掘ってるよ。ここ掘れワンワン。ここ掘れワンワン。もしかしたら宝物が出てきたりして。でも今のところゴミしか出てないみたい。空き缶やら靴やら手袋やら。ちょっと変なもん埋めすぎじゃない？違和感はどこかわかったかな？答えはここ。なんと穴から出てきた手袋には血が、かすかに手首のようなものが見えるし、これってもしかして？こんなもん穴から出てきたら失神してまうわ。何かがおかしい。雪玉コロコロ楽しいね。うん、もっともっと大きい雪玉作るぞ。なんて可愛い光景なんでしょう。子供にとって雪って本当に楽しいよね。大人からしたら大変なことばかりだけど。ほらほら、そこの二人もそんな顔しないで一緒に雪遊びしようよ。違和感はどこかわかったかな？答えはここ。翌日、男女の遺体が発見された。衝撃展開。何かがおかしい。次は、品川、品川。今日もお仕事お疲れ様です。この時間の満員電車って一番きついんだよね。鏡越しにもみんなの疲れた顔映ってるね。ゆっくり休んでください。違和感はどこかわかったかな？答えはここ。隣に立ってる人の姿が窓ガラスには映っていなかった。え、私の目が疲れてるだけだよね。何かがおかしい。これは勉強中かな？夜遅くまで頑張ってて偉い。これも志望校に合格するためだよね。勉強してて偉いわね。さあ、もっと勉強しなさい。ちょっと娘さん顔色悪くない？違和感はどこかわかったかな？答えはここ。この時母親はまだ気づいていなかった。今後二度と娘は勉強することがなかったと。みんなも適度に休憩取ろうね。何かがおかしい。私は新入社員のマチコ。今日も上司にお茶を持っていくの。働き者で偉いね。でもお茶組って新入社員の仕事なのかな。大変だろうけど頑張れマチコ。違和感はどこかわかったかな？答えはここ。彼女は雑用をさせられている腹いせに、なんとお茶に雑巾の絞り汁を入れていた。マチコー！何かがおかしい。男子生徒が髪を丸めて野球をしてる。あるある、こういう光景。掃除をサボってやったりするんだよね。ちょっとそこの男子、早く掃除してよ。違和感はどこかわかったかな？答えはここ。なんとこの少年が持っていたのはバットではなくバール。密かにいじめの仕返しを考えていたんだ。さすがに周りも気づくでしょ。
よ。さあ、いかがだったでしょうか。みんなは何問わかったかな。やっぱり見返しても難しかった。これからもイミコワシリーズお楽しみに。それじゃあみんな、またね。